ナイスパニック。いや、フリースタイルダイアリー891日目を更新中、レオスケトラック。いや、頭の中言って聞いた言葉たちを今日もまた音に乗せて吐く、フリースタイルダイアリー。この後は今からヤングジーレコーディングスタジオに行って魂を全部吐き出してくるって作業さ。隣に KT ワイツ辻さんと二人で企んでる The Dream Time、 まるで夢の中の夢の時間にいるみたい。これはライカアプリジに全ての中心全部がつながっているってことを再確認、yeah、しながら今日もまたパソコン開いてビート叩く、yeah、出てきた音にまた言葉を乗せてはすぐに上がる、テンションを隠さずに現状を見極め、静止はしない、 Enjoy して Take Life。 問題ばかりのライフ、問題あっても問題ない、スパニック言い聞かせてやる、言い聞かせて前に出る明日明日、育んでいくだけ、時間の流れ逆らえねえからこそまたよく目を見て目を開けて確認中、フリースタイルダイアリー本日で892日目、明日は91日か、明日はハテムシバトル東京タワースカイスタジアムにて、ナイスパニック。面白いこと、面白い誘い、いろんなエネルギー、いろんな出会い、いろんなリンク、ありがとうございます。日々日々吐いた言葉自分に返る、さらに上に前に前に、ナイスパニック。Yo、12月、一番最初は明日か、ハテムシバトル東京タワーにて配信もするとのことなので、ぜひチェックの方お願いします。また12月23日 UMB 決勝ラウンド、そして翌日オールウェルにて一日店長、その後がゴールデンラブというところでライブします。で翌日はエンターザステージ駆け上がる、ナイスパニック。